ウォーエアクラフトレプリカズインターナショナルは、アメリカ合衆国のフロリダ州ブランドンに拠点を置く、航空機メーカー。製品はすべてウォーバードの縮小キットである。展示用の模型ではなく、実際に人間が乗って飛行できる。縮尺は全長を約1、2としているが安定して飛行できるように、翼面積などは調整されており、完全な1、2サイズではない。エンジンは、 ライカミングエンジンズやコンチネンタルモータースなどが製造した小型機向けのエンジンを使用するため出力は低く最高速度も時速 270km 程度となっているしかし戦後に設計された部品や素材を使用しているためメンテナンス性は良好で低価格であり趣味で飛行するには十分な性能である再現は外見のみでありオリジナル機が 星型エンジンであっても水平対向エンジンが採用されることもあるなど、博物館などが所有する復元機とは異なり、個人ユーザーが機体記号を取得して、飛行、維持できるように配慮されている。WARF4U コルセアに採用された、ロテック R2800、エンジン w a r ーカーシーフューリー。ありがとうございます。